コモンというか共有していきましょうよっていう考え方、暮らしている人の価値観だとか地域の人たちの価値観が変わらないと無理なんだね。建築界の中のそのリベラルな中、ねじろうが住建アジトですね、アジトですね。いろんな人たちに雑草抜いてここ自由に使っていいよっていうなんか場所。でも本当先行ってましたね、20年30年ね、周回遅れみたいな感じで今先頭走ってるみたいな。